彼は宝物を作ったものを私に見せたでしょ実はこのトンカチでさ宝物を作ったのね宝物を作ったじゃありませんいや作るというメイクは第三文型なでもね第五文型は王を信じるのでとまず彼は私にあるものを見せたサームスに何か 意見考え認識事実証拠上を可能性を表さないねということはもう見た人に関係代名詞だと決定よここから同格のっと伴う名詞ではないよね、まあ、そのためには意見考え認識事実証拠上を可能性覚えてよ 見た瞬間に関係代名詞決定てそんなの私に関係ない名詞はないだよということは後には名詞と位置が一箇所空くわけさ一見第三文型に見えてますが違うんですね当然 S があるってことはおそらく O がなけてますねこうだよメイクを c、K、だよそれを宝,、ね、宝物にしてるでしょ彼は私にあるものにしたそれをねそれはね 彼が宝物にしてんじゃあダメですね。と言い訳すところでそれは無視して彼が宝物にしていたものを見せたんでしょ宝物を作ってありません。この単純な単語でピンとこないのはやっぱり単語をつなげれば何とかなって考えるのも間違いね。関係代名詞のべここに一つの名詞の位置が空きそれを宝物にしていたんだけどでしょです、ね、彼は私にあるものを見せた。それは彼が宝物にしていたんですね。